どうもお世話になってます。ボラのジロです。一応ね、あの昨日、うん、前日設営、うん、ちゃんと撮れてなかったから最後だけちょこっと撮りました。はい、しょうがないね、うん。初日です。初日です。よろしくお願いします。お願いします。ジェアレス静岡、まあ。こんな感じでいろんなショップさんがすごく準備してる中、僕たちも準備させていただいてます。木田選手、はい、本日の意気込みを。やっぱね、先日ね、レイカーズに移籍した八村塁選手がね、初戦にもかかわらずね、ちゃんとフリースロー2本バッチリ決めていたので、僕もね、そういうしっかりしたところをね、基礎的なところをね、落とさず頑張っていきたいと思います。なるほど、基礎的な、まあ、基本の部分です、ね、基本の部分をしっかり、はい、そうですね、日本のバスケットをしっかりさせていただく。そうですね、はい、もうちゃんとスクリーンアウトしてリバウンドを取る、でリバウンドを取ったら速攻に行く、もうこの当たり前のバスケットを、ね、やっていきたいと思います。チームプレーですね。はい、チームプレーで、はい、ありがとうございました。何の話や。ありがとうございます。じゃあレース静岡2日目でございます。めいちゃん、体調はどうだい？疲れた？寝た？寝ました。よかった。2日目も頑張っていきましょう。なんで変わってくれない？やっちゃうね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れましたね。疲れましたね。うん、けどやっぱ静岡はいいね。ジロー越しのジューレプタイルス。ジューレプタイルズめ。でもいろんなボールが見れたね、おかげで、ね。そうだね。かかったから。よかったよかった。ね、こうやってだんだん吉田さんが高ぶって始まって、そう。終わりって感じします。終わり。なんかさ、結局、うん、いつもなんかちゃんとイベントの様子を撮るの忘れる。忘れがち。ね、そう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 。どうでした？がっつり、がっつり、がっつり初イベント。めちゃくちゃテンポ側は大変だなって思いました。でも楽しかったです。楽しかったですか？楽しかったです。まあ、なら良かったんじゃないでしょうか。まあ、ボールも売れたしね。売れましたね。ね。何売ったんでしたっけ？グラパスバナナ。はい。こんな感じで。本当にいろんな店舗さんが片付けとかされてます。